皆様こんにちは、料理研究家の浜田美里です。前回の懐かしプリンに続きまして、今回は炊飯器でできる豆乳と小豆の和風プリンをご紹介します。材料はこれだけで、思い立ったらすぐに作れます。ぜひやってみてください。それでは作り方です。まずは卵をボウルに割ってかき混ぜます。この時泡立てる必要はありません。泡立て器ですり混ぜるようにしてください。そこに砂糖を加えていきます。砂糖はお好きなもので結構です。今日はきび砂糖を使っております。そしてこちらに無調整の豆乳を1カップ少しずつ入れていきます。全体が混ざりましたら、できたら一度こしていただくと滑らかな仕上がりになります。耐熱容器を2つ用意してください。熱に強いものであればお茶碗でもお湯飲みでも結構です。ここに粒あんを入れていきます。好きなだけ入れていいですよ。そしてこの中に先ほどのプリン液を流し入れていきます。ぴったり入りましたね。表面の泡はこんな風に爪楊枝あるいは火をかざして取り除いてください。そしてラップをかけます。炊飯器の内釜を用意します。一番下に傷がつかないようにキッチンペーパーを引いてください。熱の当たりを柔らかくする意味もあります。そして容器の半分ぐらいまでお湯を注ぎます。それを炊飯器に入れて炊飯スイッチオン、できれば早炊きコースを使ってください。だいたい8分ぐらいでお湯が沸いてきます。お湯が沸いてきましたら炊飯器のスイッチを切って保温モードに切り替えてください。器にもよりますが、だいたい10分ぐらいで固まると思います。もしまだ固まっていないようでしたら、もう少し長く保温で置いておいてください。固まったかどうかはこんな風にちょっと容器を揺すってみて、プリン液が動かなければ大丈夫です。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。このプリンはしっかり冷やした方が美味しいです。豆乳の癖が落ち着いて食べやすくなります。はい、できました。こんな感じのフルフルのプリンの出来上がりです。今回のプリンは和風の優しい味わいです。豆乳が好きな方はぜひ作ってみてください。食べ進めると中からあんこが出てきて、ほうじ茶などにとってもよく合いますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。